川徹氏の国葬事実誤認発言での謝罪に和田政宗議員。テレ朝はどう責任を取るのか、がネットで話題。内容はこちら。玉川徹氏の国葬事実誤認発言での謝罪に和田議員が苦言を呈しているようです。では、和田議員の発言を見てみましょう。和田政宗。玉川徹氏は、テレ朝の社員コメンテーターですよね。事実を調べず、さも事実かのように確定的に述べるというジャーナリズムではありえない行為。テレ朝はどう責任を取るのか。このまま玉川氏を起用するのでしょうか。ジャーナリズムを完全無視。放送局として終わり。おそらくいつものように責任なんか取らないと思います。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。テレビ朝日は放送法の訂正放送を実施したので、この件は終わりって感じだと思います。なのでテレビ朝日は何も処分しないと思います。多分電通には謝罪したのでお咎めなしでしょう。ちょっと謝れば済むと舐めてかかってるから何度でもやる。これで許しちゃいけない。会社的には懲戒処分の対象ですよね。懲戒解雇で退職金なしが妥当でしょう。あまりにも軽すぎる。いつも簡単な謝罪で済ませ、あとは何のお咎めもなしで平常運転ですからね。次はこちら。テレ朝は報道局ではなく捏造局ですので、このまま放置でしょうね。彼らにとっては謝罪ですから、変わることはありません。ですから電波オークションを実施して、さっさと潰してください。これは国の、政治の仕事です。電波オークション。今やらないのなら、いつするのですか？言うのは誰でも言えます。行動、お願いします。報道の自由とよく耳にしますが、自由や権利には責任が伴うと思うのです。電波オークションの導入必至だと思います。次はこちら。うん、終わってる。何か、テレビ、新聞は終わりに向かって仕上げをしているようで怖い。願望が妄想になって、口を抑えられなくなってるのかな。マスメディアは役割を終えたのかもしれません。放送免許取り消し。テレビや新聞は、自ら終焉の道へと辿っていってますよね。最後はこちら。総務省は何もできないんですか？テレビ離れが加速してはいますが、目に余ることが多いです。NHK を含め、地上波のやり方が目に余ります。野放しでいいのでしょうか？あのような印象操作には、厳しい罰則が必要だと思います。結論。テレビのワイドショーにしろ新聞にしろ、報道の自由を利用し、偏向報道や印象操作を織り交ぜ、人々を悪しき方向へ洗脳しています。今回の玉川氏の悪意のある印象操作もそうです。菅元首相の安倍元首相への思いのこもった弔辞を貶めるかのような、人としてあるまじき印象操作をやってのけ、批判が殺到すれば簡単な謝罪で済ますテレビ局の姿勢。どう考えても問題だと思いますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。